さあ FIFA18 ジャーニーを続きやっていきたいと思います。まあ、練習からなんですが、なんとですね、ついに髪型ですよ。見てください、アフロめっちゃ似合うじゃん。ちょっと夢のね、あのマルセロヘアどうすか、ちょっとやりすぎ、どう、かっこよくない？これもね、ちょっとねかっこいいなって思っちゃうんだけど、どっちの方がいいかな、コメントの方で。坊主反り込みじゃねえな、これ渦巻きがいいのかアフロ、これどっちかでいきたいよね。とりあえずアフロでいこうか。マルセロっぽいな、やっぱ。さあ、それでは、練習いきましょう。まずはバケツ入れ、あ、これ初めてだね、これ。さあ、これでバケツ、お、最高だね、今の。一番ちっこいのが一番いいのか。ナイス。やばい、ラスト。おお、結構いったな。てか、すげえな、ミュラー危ない。はい、次、ゲートチャレンジですね。はい、走るだけって感じ。もっと強く。どういうこと？お、あ、うん？とりあえず行きます。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 で、あー、でくぐると。はい。早すぎでしょ。おいー、もったいないよ今のは。オッケー。さあ次は、あ、まだリーグ戦ですね。リーグマジでいつまで続くんだろう。とりあえずやっていきましょう。似合うじゃん、意外に似合うよね。雰囲気全く違うけど、いかつくね。さあ勝って、上が負けてくれればいいんだけどな。いや、いいね、いいね、すげえ。やばい、雰囲気全く違えわ。パリ・サンジェルマンのホームですね。ありがとう、似合ってるだろうね、似合ってんだろう俺の髪型。お前、アフロにしたのか。アフロにするとはな。さあ、行きますよ、アフロ、行きます。サイドへのパス、ユラン、いい飛び出し。うわー、やっちゃったこれ、入りません。これはもったいないな、余裕がない状況でしたから、しょうがないと思います。これやっちゃったね。走り込む味方にネイマールのスルーパス。さあ、ミラー、シュートはちょっと強引か。ここは有効な、だいぶ強引でした。アドリアン・ラビオ、やべえ、怪我してない、怪我してねえか。前に進んでいます。やばい、危ねえよ、髪型アフロで速攻負傷なんだけど。ここはボールを奪いました。ゴール前に入って、よっしゃー、来た、ウィー、マジか。ボールをよく見ていました。コーナーからエリア、前半終了。これはマジでやっちゃったよな。さあ後半行きましょう。後半戦が始まりました。確認をしながら本来の位置、バランスを早く取り戻す必要があります。よーし、抜けたよ。え、オフサイか、やべえ、なんか交代、お前を縛る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 。ベラッティ、アレックス・ハンター、パリ・サンジェルマン、タッチライン際を上がれそうです。さあチャンス、よし、よしよしよし、勢いづいてきましたね。いやー、よかった、マジ。いや、ゴールゴールゴール、ナイス。頭でうまく合わせました。ヘディングシュート初めてかもしれない。いや、よかった。あ、そして交代だ、ナイスゴール、頑張れ、はい。さあ結果は、おー、5-0 すげえな。
はい、続いてシュート競争タッグチームだって。とりあえず行くか。なんかトレンドに危険なコンビって絶対これハンターとミラーだよな。シュート競争、ライバルよりも多くのゴールを決めましょう。ボレーシュートやポスト付近に決めると高得点が得られます。お、すげえポイント上がる。ポストやっぱいいな。よし、オッケー。続いてタッグチーム、ああなんかミニゲームだなこれは。三々のキーパーなしミニゲームですね。よく見ろ。オッケー。やばい、カップ戦がここに来て決勝来ましたね。はい、ということで次回決勝戦お届けします。また次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。